動画で何度も何度も話してるんだけどもね、コメントが巻いたとか堆肥を作り方とかそういう動画で何回も喋ってるんだけども、地作りで一番大事なことは微生物を活性化させることで増やすことで、その畑の中で一生を終えてもらう、でまた次の世代で頑張ってまた次の世代っていうような流れを作って、どんどん生きてもらう、でそこで一生を終えてもらう、その流れをどんどん作って繰り返していくことで、ね、年数を重ねるっていうことが大事なんだけれども、これが土作りの一番の肝、肝心なところなんだけれども、じゃあ逆に土を壊すったらどうするかっていうと、微生物が活動できない、少なくなるようなことをすればいいのね。でそれは何なのっていうと、微生物を直接死滅させるような農薬をまく、まあ、土壌消毒をするとか、で耕す、耕運、耕しをいっぱいするとミミズでも何でもいっぱいズタズタになって消えていくんで、それもね、土壊しの一環、まあそれでもね、やはり必要な最小限ではやってるけれどもさ、やりすぎれば土はどんどん壊れていくから、耕運、耕しはね、耕すことは土壊しの方につながる、だから復興期っていう技術もあるんだけどもね。で何なんだっけ、そうそう、あと化学肥料とかそういうね、栄養がいっぱいあるものも入れても微生物の活性化はね抑えられるってことはもう指摘されてるんで、だから俺は農薬とか化学肥料は使わないし、なるべく耕さない、まあ、必要最小限は耕すけれども、なるべく耕さないようにしてる、ね、だから土を作りたいなら微生物がいっぱい活躍できる、活動できる環境を作ってあげる、で土を壊したいなら微生物が消えていくような作業をすればいい、農薬、化学肥料、そしていっぱい耕すっていうことをすればいい、まあ逆にそういう微生物の活性化を抑えてしまってるから、農薬とか、いっぱい耕すで微生物がいなくなって少なくなってきてるから、化学肥料で補う、化学肥料を使うからさらに微生物が働かなくなって、もっと化学肥料とか使わなきゃいけないっていうふうになっていってるっていうのもあるんだけれどもね。だから俺は化学肥料と農薬とかそういうことは使わないでやってるのさ。で動画ではどんどん有機物、米ぬか、もみがら、野菜くず、卵の殻をうち出るからやってるでしょ、葉っぱ落ち葉とかもゴミに投げないで有効活用して堆肥にして置いたりとかね。だから土を作るって考えると、土ができてるかどうかっていうのを判断するのが一番人間が重要視するのは、野菜ができるかできないか、この2つだから、野菜ができてれば土ができてるんだと思って化学肥料だったり何だりをどんどん入れて、あ、できた、土ができてるなって思うんだけれども、実はさ、そこじゃなくて俺が見てるのはいかに微生物がいっぱいいるのかっていうこと。だからこの時期、寒い時期になってくると土を掘り起こすと四条菌、白いさ、まあキノコの仲間なんだけども、四条菌とかがねいっぱい走ってるのよ、白いのがね。この寒くなってくるとそいつらが結構活性化してくるんだけども、それがいっぱいあるような土を作りたいのね。うん、でこれも農薬巻いてればいっぱい巻いたり、せっかく今生えてくるのに秋を起こしてしまえば、そいつらは寒さに当たって、まあ、せっかく菌糸広げたのに死んでしまう、いなくなってしまう、少なくなってしまう、完全にいなくなるってことはないんだけども、少なくなってしまうっていうことがあるんで、この時期はなるべく俺触んないようにしてるの、まあ、体も疲れてるからっていうこともあるんだけども、だから、ね、土を作ろうって考えた時に絶対俺忘れないでほしいのは、微生物、まあ、ミミズとか、まあ害虫も含めてもいいんだ、イモムシとかでも、あのクモとかでも、目に見えないなんて菌類とか、まあ、さっき喋った四条菌とか、まあ、ウイルスなんかなんだかよく見えないけれどもね、見えない世界の話だけども、そのなかなか見えない、まあミミズは見えるけど、今車が遅かったな、ね、なかなか目に見えない世界ではあるけれども、ミミズはね、まあ、目に見えるんだけれども、そういう生き物たちのことを思って彼らが過ごしやすい環境、これを考えて、彼らのことを思って彼らにご飯をあげる気持ちで、で耕すのも必要最小限、人間が手を加えるのも少なめに最小限にしようっていう気持ちをね、ちょっと持ってもらえれば、きっとね、土作りってのはうまくいくと思うの。だからどうしても現代農業っていうのは、土を作るのは人間なんだ、俺らなんだっていう発想の人が多いんだけども、俺らの
俺らつが、まあ、俺とかの考えでは俺は土作りのお手伝いをするだけでサポートするだけで、本当に土を作っているのは植物であり、ミミズとかのそういう微生物、目に見えない生き物たち、あとは雨風とかそういう自然が総合してみんなで力を合わせてできるのが土だって考えてるから、俺は本当にさ余計なことをしない。俺の方がやっぱ自然界の中で見ると木を切り倒せるし、草もやれる、土もかき混ぜられる、すごい勢いでやれるっていう風な、要は力がある方だから、それがいっぱい介入するとどんどん自然ってものは変わっていっちゃうわけだ。森林伐採とか見ても同じじゃん。山をどんどん削っていく、人間のパワーってやっぱすごいんだよ。人力だってもね、俺もトラクター使ったりもするんだ、機械あるから使うんだけど、使ったりしてるんだけども、そういうことで人力だっても自然をね、壊す、変える、改変する力っていうのは強いから、抑えて本当に必要なところだけは手入れるけれども、なるべく入らないようにっていうような、なんだろうね、控えめな態度っていうものが必要になってくると思うんで、地作りだ、そこをちょっと忘れないでほしいなって思って、土を作るっていうことは生き物たちに生きてもらう、生き物たちにご飯をあげて、有機物をあげて、米ぬかもみ殻とかそういうものをあげて、で食べてもらって、そこで一生過ごしてもらって、子孫を作って、で一生過ごして、このサイクルをいかに長く、ね、1年2年3年5年10年20年って長く繰り返していくと、ね、化学肥料に負けないすごい土ができるのね。つまりやっぱ時間かかるっていうのはちょっとねかかるけれども、うん、そこはやはりね、そこを縮める技術ってことを来年重点的にやっていこうかなって、動画に出していこうかなって思うんで、今はもう農業終わってしまったから口でしか喋れないけれどもね、やってると思うんで、やっていこうと思うんで、その辺ね動画にしていくんで楽しみにしてもらえればなと思うんで、とにかく土、畑の主役は俺らじゃないの、人間じゃないの、野菜であり土であり、土の中に過ごしている生き物たち、雨風自然なんだってことを俺は言いたいのね。だそこをちょこっとだけ頭に残してもらって、でも虫がいっぱい出ちゃった時は、ちょこっとだけ薬使うとか、要するに特別栽培、減農薬栽培とかね、そういう感じでやってもいいし、俺はね、やめろ、お前もやめろっていうのは喋らないよ。やっぱさ、いっぱい出てそのままじゃ被害が広がってしまって、みんなやられてしまうっていうんであれば、限定的にちょこっと使って抑える。一番いいのは手で取るんだけども、そういうのも一つの手段として取っておく。ね、薬を飲めば生き残れるけども、飲まなきゃ死んでしまうって時は薬飲むでしょっていうことと同じことで、ね、であとは肥料とかもね、いっぱいプランターでやってると堆肥を作って入れるっていうのは難しいから、そこはやはり肥料をね買ってきて、できればその有機肥料、ね、培養の有機とか、米ぬか発酵させたやつとか、なんかそういうのも牛糞堆肥とか、なんかそういうのあるけれども、そういうのを使う、そういうものを手に入らないときは化学肥料をちょこっと使うとかでもいいし、ね、主役は人間じゃなくて植物であり生き物たちだってことを忘れないでほしいなっていうお話でした、ね、そこを念頭に置いて、じゃあ何すればいいのかっていうことを考えていけば、有機農業っていうのは必ずしも難しいものじゃないよと俺は思うのね。どんどん楽になっていく、やることを基本を積み重ねていけば、ね、ちゃんとできていくもんだと思うんで、それを一緒に勉強していきましょうっていう動画、最初考えたのとちょっと話膨らんだけども、異常な感じですね、そういう話の動画、これから技術とかもねちょこ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 って、やはりこれ大事だなと思ったら動画にしていくんで、よろしくお願いします。